はい、ヤギの歌も歌えなくてダサいはずのこの俺、お前と離れ一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれを敷いても車変えても結局変化もないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる、シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね、今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに、寄り道みたいな始まりが2年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜、ほら俺の方が触れてたね、恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられない、シングルベッドで二人涙拭いてた頃、どっちから別れ話するかかけてた、あの頃に戻れるなら、お前を離さない、シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね、今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。はい、こんばんは。今夜もねシングルベッド歌いました。今日も仕事遅かったから毎日だからね、でもあんだけ毎日でもさね、昨日より早くてよかったね。昨日2時回っちゃったけどさ、まあ昨日より1時間ぐらい早いよ、よかった。じゃあ今日も21時ぐらいで行きましょうね。疲れた。やっぱね、これからね、だんだんね、10月も下旬な、半ばから下旬じゃもうね、まあしょうがないね、これから稼ぎ時でもないだろうかな。あ、疲れた。あ、でも昨日より寝れるよね。まあ本当に眠いけどしょうがないね。やっぱ思いさ、今日も YouTube でライブ配信。まあ疲れた。今日帰れなかった。明日は、今日は土日休みなんだね。明日に放送とかも。今週は天気良くていいね。山なんか持ってこいね、今週末ね。明日は天気悪いけど、今日、もう今ちょっと降ってきた、さっき買い物行ってきたから。明日は悪いけど、また土日回復するみたいでね。いいね。活字合成の確認2021年。10月の21日に。木曜日にはね、
歌も楽しいや、東京きっと生きておしゃれでほがらかで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール、歌も楽しいや、東京きっと泣くも笑うものんびりと、金は一つもなくてもフランス香水チョコレート、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール、歌も楽しいや、東京きっと胸も自慢で喉自慢、いつもスイングジャズの歌、踊る踊りはギターバーグ、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール。はい、こんばんは。今夜はね、東京きっと歌いました。どうもね、2021年10月の21日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの4歳でなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。 A さんどうもね、ダイマナートさんどうもね、レッツさんどうもね、スーパーさんどうもね。今日も仕事遅かったんで、まあ、じゃあですけど、昨日よりかはね、こんな0時回った、1時台に入ってめっちゃよかった。昨日は本当に2時回っちゃったからね、昨日よりは、うん。さて、こんな遅いけどお腹とかが、じゃあ今日のお夜食で早速ね、うん、まず1時台、よかった、なんとか2時前、ね。今日はね、うどん行こうか。今日は昨日より早いんで買ってきた。グルメシティに行って、カップ麺。トップバリューのキツネうどん、今日キツネうどん買ってきましたよ、トップバリュー。まず言うか、あーさんどうもね、今日もね、昨日同様ね、仕事遅かったんでね、帰れなかったんで町だからです。で、今夜はね、キツネうどんね、キツネうどん食べます、キツネうどん、こちらね、はあ、疲れた、うん、はあ、昨日は本当に寝る時間短かったもんな、3時に回っちゃったからな、うん、昨日よりかは2時間ぐらい寝ると思うんで、よかったよ。はあ、ね、こんな感じで、今日きつねうどんね。また前もとかでお湯入れます。お湯ね、これでいこうか。できる間一杯飲もうかな。あ、鈴木さんどうもね、そらさんもどうもね、今日も遅かったんで抹茶です。今日のおつまみはね、サーモンのハラス焼きだ。ハラス焼き、ハラス、サーモン。サーモンのハラス焼き、いっぱい行こうか。サーモンのハラス焼き。今日はね、もう一回ね、これね。今日はサーモンのハラス焼きです。こんなやつで。飲み物持ってこうか、飲み物。ああ、疲れちゃう。もうここは今日は焼き町屋じゃないか、町屋だからさ、
アパートなんで、あの 夜遅いしてるから歌はもう歌えないからね、今日ね。でもね、これね、バーリアル。バーリアル。バーリアルはでかいやつ。あ、日本酒じゃなかったんでしょうね。ごめんね。発泡酒でした。はい、いただきます。外は寒いけどね、中は暖房入ってからね。はい、乾杯。どうしようね、もうね、あ、金さんどうもね、今日はね、発泡酒でサーモンのハラス焼きってやつね、見かな、サーモンのハラス焼き、もう焼いてあるやつね。うまいんだよな、ハラスな、これな。やっぱ油が乗っててもいいよな、腹のとこはな。うん、うん、どうもね、鈴木さん、じゃサーモンのハラスで。でも大吉さんどうもね。ああ、うまい。うまいじゃないか。じゃあバーギーやる。これ珍しい長いやつ。昨日より早い、いくら冷気回ってもさ、昨日遅かったからさ、昨日より早い分ちょっと嬉しいね。天木さん24時間空いてる店あるからいいやな。グルメしてる。24時間空いてる。赤旗座はね、10時で閉まっちゃうんだよね。本当は赤旗座は以前は11時だったからさ、コロナになったから10時閉店ね。うん。あ、どうもね、ネタさんね。サバカ、でも昨日より早かったでしょ、昨日。昨日2時回っちゃったもんね。そう、よかった。それで精神的に今日は楽だね。2時前だ。昨日より早いってことで。明日仕事ですよ。明日は仕事です。まあ、金曜だもんね。明日か、まあ、夜が明けて、夜が明けて、明日ね、夜が明けてね、まだ金曜なんで、仕事よ。今週までどう、奥多摩行きたいね。
するよ。今だから残業したからこの時間よ。だから帰らなかったんだよ、兄弟。町田から焼き兄弟からやね、0時39分だっけ。あれや、11時。11時39分ね、23時。あれを逃すともう帰れなくなっちゃうな。津田沼だったらね、ちょうど0時のがあるんだけどね。まあ、野球だからな。家帰ったらね、あれは12時にちょうど0時ぐらいかな。0時ぐらいか。あと風呂入りながら洗濯もしたり、明日の用意したり。うまいね。ハラスうまいね、油乗っててね。じゃあサーモンのハラス。やっぱうまいよな、油はな。うまい。あ、父ちゃん飲むね。じゃあサーモンのハラス、スーパーのソーダウジでさ、ハラス焼いたやつね。で、発泡酒。今日は歌ない、ごめんね、今日アパートだからさ、歌えない、あんま声出す。最初だったけどね。ごめん、またね。歌はメインはね、歌はもっと歌う。焼き兄弟、焼き兄弟の家に帰ったらね、あっちは、ね、夜中の一軒家だからね。アパートだからあんま歌うのね、まずいからさ、最初に歌ったけどね。この奥多摩行きの寝坊しないようになっちゃうね、土曜日ね。寝坊しなかった奥多摩ね。そうだな、心配だな、最近もそうからな。うまいじゃん。ハラスちゃん。そうです。手帳とかね。だからそういうのがあるわけよ。あとコミケ関連とか、あとコミケ関連の袋物ね。あと新年明けのさ、初売り関連のね、そういうやつね、眠れにあるやつ。これからはデパートとかそうでしょ、初売りの袋あるよね。初売り関連の袋あれもね、今、大体出てくるんだね。そのもうちょっと早いのもうあるね。奥多摩はできないあれ、僕山だからさ、山だから、僕山では立ち無理なんでね。立ち無理だったら奥多摩でもさ、駅前のキャンプ場ならいいですけどね。今日は最初に歌ったんでしょ。でもエンディングに、最初に一曲歌った人もどうです。アパートだからあんま歌えないんだよな。まあ、ハラスうまいね。ごめん。あんま夜中声出すとね、一気にとかってアパートは声響くからね、あんまり僕なりに控えてんだ。もうちょっと歌いたいけどさ、しょうがない。今日はこれサーモンのハラス、あ、3本入ってて、これ最後の1本ね。2本食ったんだ、これこんなのが。こんなやつ、サーモンのハラスを焼いたやつね。こんなやつビーター、タキさんどうもね。これをね、最後の1本、じゃあもう1本持っておこうかな。今日
うまいよね、あれね、よくやってるよね。でも大丈夫、1本ぐらい大丈夫。死ぬより早いからさ、死ぬより早いんで、1本ぐらい行こうか。じゃあこれで、今日はこれで打ち止めよ。今度は打ち止め、今度は。あ、酒蔵もある、サラミみたいなやつだよね、あれ。ね、燻製のやつね。じゃあこれで、ね。ああいうのいいね、スルメとかね、酒蕎麦ってさ、あれ。ね、しゃぶりながらね、あれね。今度しましょうね、うん、前にキャンプやったら僕1回だけやったポップコーンね。山でもいいかもしれないな、あれ。普通に、レスティング平らに並べてさ、うん。最後の花見、うん、まあ、うん、うまいよな、これな、花見な、油がうまいよな、油はみんなうまいんだ。仕事遅かったんで帰れなかった、電車で。いいか、いつか予定はないよ、うん、伸びたらね、あんま伸びないんだけどね。全然この辺は全然飲みないんだよね、なんか知んないけど、この辺が。なんだろうね、ほんと、この辺が全然飲みない。ね、うん。以前はこの辺も伸びたの、この辺全然飲みなくなっちゃったね、この辺ね。うん、そうね、けど日頃時間かな、なんじゃね。チョンって言うと、チョン曲げか。チョンの間を思い出す。僕、チョンって言うとね、チョンの間を思い出すね。ペース上がるのかな、うん、さすがで、うん、
もカツラしないや。しょうがないね。だんだん男白くなってきて。もうこんなもんだよ。ああ、しょうがない。なんだ。ほんと、ほんと全然、うわあ、しょうがない。さっきの話、うん、仕事は仕事だからね、仕事の話はしません。ないですよ。侵略結構するだろうな、結構ね、うん、結構贅沢してると思うよ、食事ね、うん、もかった、サーモンの争いしまい、仕事は仕事だからそういうのしないよ、別に仕事今仕事じゃないんだからさ、まあしょうがないね。まあ大輝さんみたいなそういう人はそういう人間ではしょうがないね。そうか、そう考える人は、そうね、うん、仕事は仕事だよ。したくない仕事はそんな、まあし、僕は見たことないよ。うん、なるしね、わざわざ。仕事の話とかしたらそんなもん続かないでしょ、結局。生存確認の一環だから続くんだよ。仕事の話とかそんなもんはしないね。そういうの言い出したら続かないから。成分、あごは成分確認の一環なんで、仕事は関係ないからさ、だから続くんだよ、こうやって。熊か、うん。熊か、でもさ、ペットは可愛いよね、あれね。は畑正則さんの、ムツゴロウ、あれ見てるとさ、ペットにすれば可愛いね、あれね。ムツゴロウのゆかの仲間たちでさ、畑さんはさ、クマとじゃれ合ってんもんね、うん。野生は可愛いんだろうね。ペットはみんな可愛いよね、見てるとあれね。うん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 。洗濯したりさ、その用意したりしてこの時間とかよしやつで、クマカフェもいいなね。クマカフェもあっても良さそうね。クマカフェね、死ぬクマ、うん、飼い慣らしたクマ、ペットのクマ、クマなら可愛いよね。あ、でもクマカフェだとやっぱ場所取るか、結構広い場所じゃないとね、でかいからな。うん、でも畑正則さんのあのムツゴロウの番組見てるとさ、クマも可愛いよね、あれ。ペットにしたい場ね、うん、そうね、あれね、ムツゴロウといいからね、まだ僕幼いからずいぶん見たけどさ、畑さんほんとクマとじゃれ合ってんもんなるね。いつも通りでさ、
可愛いよね、でもね、あ、もういいに終わっちゃった。今日はね、木曜日だから、木曜深夜、おじやはぎだ。そうだ、行ってみてください。嘘をつくなとか言ってる人間はね、世の中は分かってないんだよ、ね、世の中は分かってないんだよな。表向きと建前の残地ってあるんだよ、実際。建前上そうでもさ、実際やってすんだよ、実際。そういうもんよ。世の中は分かってないんだよ、みんな。嘘をつくなとか書いてる人間はよ。うん、購買費こそのとこもそうだよ、うん、表向きの残状もあれば実際の残状は違うんだよ。主流はさ、それも数ないわけ、うん、今時12時までそれは分かってないんだよ、主流はさ。実際あるんです、それは。それは表向きはないんだよ、表向きは。うん、建前上は。でも実際そういうのあって世の中成り立ってんの。世の中全部表だけで成り立ってるもんじゃねえよ。世の中って、この社会は。表だけで成り立ってんじゃないから。裏もあって成り立ってるからさ。ね、裏だけ、あ、そうみんなやってんだよ。みんなそう、それしょうがない。裏表って世の中ってなきゃやってるからね。裏だけでできてんじゃねえからさ、みんな、うん。裏もあって、裏表あってね、勝利いったってよく言うでしょ、ね、うん。お金は言いません、そうそうね。さて、お引きいただいた、じゃあ、もう今日はね、昨日より早かったんでね、昨日は3号か1本でした。今日502本でした。じゃあそろそろ行くよ、締めのうどん。締めのうどん行こうか。締めのうどん行きます。締めのうどん。うん、まあそう。やっぱり、ね、この即席麺のカップ麺はさ、うどんがうまいんだよね、この麺がね。いい感じに伸びてる感じがね。もういい感じに伸びきってます。うん。ああ。うん。うまい。で、揚げ。これはね、トップバリュー。ね。やっぱカップ麺のうどんはいいよな、これ。どのメーカーもね。ありがとうね。この麺が好きなんだよね、そばよりも。このうどんがね、どうしてもね。
昼休みですね、亀神川は。そうじゃないよ。みんなうどんはこれだよね。この麺がうまいんだよね。このカップもで、トップバリューはこれで88円だからね、これね、100円しないんだよ、これ。これが嬉しい。うん、ああ、やっぱりうまい。篠山さんはバカだから、なんでブラックって言うんだね、ちょっとね。ブラックなんか言ってんのはバカだよ、あんな世の中成り立たないよ、そんなこと言ってたら。いろんな会社があるからさ、世の中成り立つんだよ、あれ。あれうまいよね、うん。白山さんバカだからしょうがないよね。お腹も空いてるからね、早いんだよね。これ揚げ入ってます。もう揚げ食べたよ。うん、揚げこれはトップバリューのこのきつねうどんは揚げがあるよ。でも私はもう最初の方食っちゃった。わかんない、それはね。うん、まあ私は眠い。ああ、すごい眠いです。バカでもいいよ、うん。バカがいるから世の中成り立ってんだからね、それはしょうがない。いろんな人間がいて世の中成り立ってんだよ。